お疲れちゃんです。ラッタです。というわけで、今回もクラッシュロイヤルやっていくんすけど、今日はね、こちら8000行きました。ってわけで、昨日ね、多分ラットワークの方で8000行った動画出したんですけど、今日はね、このマイクワゾスキーのサーバーの方でね、8000行きましたっていうので、まあ、マルチもしたいなと思いますね。1000か2000リップ見て、その後マルチ行こうかなと思います。で、ロイフグーソー使ってたんですけど、ちょっとさっきやって負けちゃったんで、2000ほどさっきやったんですけど、昨日ですね。昨日8000到着して、まあ、ゴレ、ラバーが基本的に多いかな。まあ、あとなんか色々いてって感じでしたね。まあ、そんな感じで、生放送昨日やって、生放送中にも8000行って、そうなんですよね。最後の最後の1000だけね、よくあるあるだと思うんですけど、1000だけ違うデッキで行くみたいな感じでミラー使ってたんですけど、まあ当たり前にミラー使った時に負けましたね。っていうわけで、1本あれですね、ラバルですね、ラバル。ラバルは結構勝率がいいし、まあ相性いいと、個人的には思っています。まあ雪玉とかね、ヤナアメとかも、空とかバルーンですね、バルーンに対応できるのが結構ないんですけど、そこのちょっと立ち回りをね、見てもらえたらいいかなと思います。で、基本的に、ハンターを先出ししてしまうと、バルーンが止まんないんで、とりあえずハンターっていうのは良くないですね。良くないです。で、まぁ、今回この相手のデッキがラバルっていうのは僕分かってる立ち回りなんで、まぁ、そこはね、ちょっと、はい、理解してもらえたらいいかなと思います。ってわけで、やってますね。で、相手はラバルディガーですね。ラバルディガーで、多分ここは普通にロイフグ飛ばしていきますね。で、相手がファイボサイった後で、まあなんかでユニット、なんかでユニットで守ってくれたん。はい。で、まだここでもね、ハンターを出しません。ここでハンター出しちゃうと逆サイバルーンでおられちゃうので、まあハンター出すタイミングっていうのが非常に大事になってきます。で、まあ出していいタイミングとしては、まあ相手がラバ出してきた時にラバに合わせる。で、ここですね。ここは合わせていきます。逆に合わせないと、まあいけないっていうイメージがありますね。で、まあ、ここ相手が縦の選手回ってないので、まあ、攻めつつ。で、このハンターがね、ラバーを溶かしてくれるよっていうので、あと相手のファイブに巻き込まれない位置に、まあ、マジックアーチャー出して、そうですね。で、これでしっかりラバーに対しては対応していくよ、と。で、ここでもし相手がバルーン飛ばしてきても、僕アイゴレで回して、すぐまたハンターが回ってるんで、相手のバルーンにもね、対応できます。で、バルーンはハンターのフルの攻撃が当たれば2発でね、突き落とせます。結構前のハンターの強化で、バルーン2発だとミリ残りしてたのが、もう2発だけでね、バルーン処理できるっていうのが非常にね、でかいですね。そうじゃないと、このラバルにも結構苦戦します。ですが、基本的に、ちょっと相性いいですね。で、ここ多分もう一回同じですね。アイゴレハンター組みつつ、で、ここ、後ろからマジアチャ出しても5打たれるだけだし、逆サイに出しても、何も活躍しないんで、まあ、攻めの形作りつつ、守りますね。これやっぱ守りつつ攻める。あ、これ5で当たんないように出したんですけど、ワンチャン当たりそうっすね。まあ、ですが、ここで次の2周目のハンターが回っていきますね。で、これちょっとディガーに当てたんですけど、普通に殴っとけばよかったかな。まあ、でも入んなかったのはでかいっすね。で、1本折って、で、ここはバルーンに対しては、まあ、マジアチャーですね。よいしょ。っていう風な感じで、なんかあれっすね。普通に戦えば、普通がなんぞやって感じですけど、ハンターをこう、適当に裂かなければ、結構勝てますね。丁寧にラバに対しては、ハンター合わせたりとか、しとけば、相手が無理やりバルーン飛ばしてきても、まあ、マジアチャーがまた次回ってくるハンターで守れるっていう、ふうな感じで、なんか、空来たらきつそうなデッキなんですけども、意外と、回転と、なんか陸でね、ロイフグとミニペッカで相手にユニット咲かせられるので、ラバルには結構勝てる印象がありますね。なんで、ラバル、そう当たってるんですけど、意外と勝ってますね。まあそんな感じで、マルチやっていきますか、2000ほど。ふぅ、で、まだ今季は、あと1週間ぐらいやるんで、1週間あればどうだろうね。上は8、6ぐらい来そうですが。そうぐらいまで行きたいですね。ちょっとあくびが。いつも夜に動画撮ってるんですけど、今日はね、お昼に撮ってるんで、ちょっと静かですね、僕も今日は。よろしく。さあ、というわけで、お、8070、高いっすね。アイスピークロスか、ハルチャブルーンとかですかね。あー、クロスっすね。
クロスか。クロスは勝ちたいですね。やば、めっちゃ攻めてきますね。クロスのロケットバージョンだと、まあ、マジアッチャが生きると思うので、焦らずね、焦らず行きたいですね。で防衛クロス来たらクエクって、もうめっちゃ削ってくるな。爆撃？なんか違うんだけど、俺の持ってるのと。迫撃ロケット、めっちゃなんか懐かしいようなデッキ来ましたね。取るね、やば。なんかえ、アーチャー迫撃ロケ取るね、ウッドアイスピー。いや、なんかめっちゃ昔のデッキでこんなんあった気がしますね。すごい懐いですね、これ。なんかマジで 2,3 年ぐらい前のデッキって感じがしますね。これワンチャン読みなんかとか来そうですが、ちょっと怖いですね。で、これまあクエク打った方がいいですね。で、ナイトが多分あるのかな。コウモリ。ちょっと相手の出来よくわかんないですね。まあでもこれ勝てないのかな。勝てそうっすけどね、ぶっちゃけ。迫撃がちょっと厄介かな。ロケ防衛しっかりしてきますね。あれか、最後の最後に、削りきれないんす。ていうか、タイブレイカーで負けるのを気をつけたいですね。多分相手の防衛トルネとウッドで、僕の攻めがなかなか通んないみたいな、そんな感じだと思うんですけどね。僕の負けパターンとしては。まあでもクエクで削って、マジアチャ残れ？残んねえか。これマジアチャ削りしたらバレるかな。オッケーオッケー。やば、めっちゃ攻めてきますね。で、この ISP ちょっと嫌ですね。で、これウッドと迫撃で処理されるんだね。うわ、そんな感じっすね。うわ、やばい。削りで勝てないっすね、これ。さては。まあ、でも。これは、まあ、クエク打って。まあ、迫撃とウッドで僕のマジアチャが処理されるのは結構辛いっすね、でも。オッケーオッケー、ここ行っちゃって、おいしおいしおいし、このダメージでかいっすね。いや、しかもこれ結構入りますよ。結構入る。相手はマジアチャが絶対苦しいっすね。で、ここ相手だって何にしてもきつい。しかもこれはダメージ入る。で、ローグ飛ばしてトルネ打ったかな、これ多分。さあ、そうそう、これ、このマジアチャおしゃれにね、決めていきます。ピー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 。あ、で、最後クイック。いいですね。いや、すごい。やば。このデッキで8070、えぐいですね、この人。えぐいですね。ナイト、アーチャー、コウモリ迫撃っていうのがめっちゃ昔にあったんですよ。めっちゃ昔っすね、マジで。なんかもう、ケンツとかも使ってたし、焼き鳥も使ってたし、なんか無課金の人がみんな使ってたみたいな感じのデッキですね。いや、すごいな。これ久しぶりに見ましたね。懐かしく感じますね。相手がでもロケットだったんで、マジアチャが結構刺さってたイメージがありますね。さあ、しかも8044、いい感じですね。次勝って、あ、8070ぐらいかな、勝ちたいですね。今期はこのアカウントローフグでやってて、もう一個の方はなんだっけ、エリゴレか、エリゴレで行ったんすけど、なんかまあスケフリーとかも使ったり、いろいろちょっと使ってる、まあ模索しつつって感じですね。僕今までエリゴレとかあんま使ったことなかったけど、エリゴレで8000いけましたし、まあデッキパワーオピーっすね。まあロイフがもともと好きでよく使ってたんで、まあ上がれてよかったなとも思ってますし、さあ、ゴレボンバーの方ですね。よろしく。ボンバーやっすね、ボンバーが。で、多分待てば初手ゴレしてくれると思うんですけどね、この人。グッドゲームって言ってる。いやー、よろしくですけどね。よろしくですけど、勝てる自信はないですね。勝ち確だろうっていうグッドゲームなのかな、相手は。さあ、ゴレの、スケルトン部隊ボンバーだって気がしますね。おー、ミニペッカー咲く。いや、ちょっと、ウッドでよかったな、これ。これ絶対ザップされますね。うん。
まあ行ってスキアミカボンバー、あーこのボンバーですね。このボンバーめっちゃ強いですね。おでもトルネで緊急動されなかったのはでかい。いやこれ守れるかっすね、マジこれっすね。本当にこのゴレをねしっかり守れるか、もう僕の守り次第なんですよね。相手がしてくるのはもうゴレボン、ゴレダクネ、なんかメガゴのトルネザップとかゴレダクネボンバーのトルネザップっていうすることは限られてるんで、僕が守れるか守れないかなんですよね。ただただよいしょ、僕が守れれば勝ちで僕が守れなければ負けっていう感じの戦いですねこれは。いや守れたんすけど前半なのと、あと今コスト結構過剰に使ったと思うんで、これ全するっすね。一回トルネで緊急動されやすくなっちゃうんで、クエック構えてでスキャン、トルネ、うん、トルネじゃないのかな、ヤナミザップ、もしかしたらこれあれだ、クーちゃんさんね。あ、諦めた、来た。あのトルネザップの時とヤナミザップの時があるんですよ。で僕トルネザップの時によく負けるんですよね。なんか攻め取るようなタイミングがなんかやっぱ H1 なんですよね。攻め取るね、ボンバー、ザップみたいな、神みたいなことしてくるんで。今日屋根雨で助かりましたね。これは逆に神相性までありましたね。トルネだとワンチャン持ってかれるんですけど、屋根雨だと、僕のハンターもミニペッカもマジアチャもきついって感じでしたね。まあ、今季頑張ろうのよろしくですね。はい。まあ、結構でかいですね。といったところで結構いいんじゃないでしょうか。8070ぐらい、7252、まあ悪くないよねといったところで終わろうかな。今日こんな感じでロイフグでねやっていきますね。よし、今期皆さんもねトロアゲ頑張りましょうといったところで、あと7日ありますね。はい、チャンネル登録とね高評価もお願いします。コメントも読んでます。ごくまれで返します。ではお疲れ様でした。またね、バイバイ。